JPTT 森田正明杯についてお話ししていきたいと思います。森田正明さんが今回の大会賛同してくれていて、僕はですねこの大会すごいいいなと思った。こんにちは、スリービジョンの小畑です。今回は JPTT 森田正明杯についてお話ししていきたいと思います。で、今回の内容なんですけれども、僕が大会のディレクターを務めることになった森田正明杯について話していこうと思うんですけど、実際この大会って何の大会なんだろうとか、森田正明さんってどんな方なんだろうとか、多分結構気になることはいろいろ多いかなと思うので、皆さんにこういう大会なのお伝えしていくのと、あと今クラウドファンディングですね、で皆さんの応援を募っておりますので、もし興味がある方は概要欄からリンクを飛んでいただけると嬉しいです。で、まずですね、今回の大会のきっかけだったんですけども、斉藤プロ、斉藤隆プロですね、今 YouTube チャンネルやってると思うんですけども、今スリービジョンの動画編集の授業で編集を携わらせていただいて、それからスポンサーとしてスリービジョンでサポートをさせていただくことになりました。4月1日からサポートになったんですけど、それを通じてですね、僕も撮影に行ったりだとか、去年の6月に無観客試合をやった時に杉山監督、杉山紀一監督、橋本総業もですね、監督とお話しさせていただいて、日本リーグなくなっちゃったじゃないですか。で、それをなくなった時に、ちょっと悲しいですという話と、なんでできなかったんだろう、僕らに何ができないのかなっていうところを考えていた時に、杉山紀一監督が実際にじゃあ大会を日本リーグの対外試合作ろうよっていうふうに提案をしてくれました。で、僕もぜひ無観客試合やったし、そういうふうにやりたいなと思った時に、キューブ8っていう会社も経営されている岩崎さんがプロデューサーとして入っていただいて、今回の大会を作ることができ、でただ僕ら3人、もちろん杉山さんとかその岩崎さんもすごい方なんですけど、まだ3人の力だけじゃ、その他の企業を集めたりとか、じゃあそのスポンサーさんを集めたりとかって難しいなっていうふうに考えた時に、杉山監督が森田正明さんですね、森田ファンドって言って、錦織圭さんがIMG に行くきっかけを作ったファンドがありまして、そこの森田正明さんが今回の大会に賛同してくれて、いやこの大会はすごいいいねというふうに言ってくださり、お名前をお貸しいただいたのと協賛していただいて、今回の大会を開催することになった次第です。で、僕はですねこの大会すごいいいなと思ったのは、サッカーでいう天皇杯みたいな感じでできるなと思っています。ぶっちゃけ高校生の選手と大学生の選手、やっぱり試合がなくなったんですけど、今回を通じてプロと戦う機会っていうのを得ることができました。なので学生対プロっていうこともできますし、やっぱり日本リーグで試合がなくなったプロの試合も再現できるので、結構ですねこれで選手の救済というか、選手の活躍の場がなくなってしまったのが、僕らとしても、僕テニスファンとしてもすごい悲しかったので、それを救うことができるんじゃないかなと思っていて、今頑張っているところです。で、今スポンサーの企業はですね15社ぐらい集まってくださって、それも本当に僕の力というよりは皆さんのサポートのおかげなので、本当にありがとうございます。なのでこの大会を通じてですね、実際に試合活躍の場がなくなって、彼らは仕事だと思うので、仕事がなくなってしまった選手の方たちは、その実際にじゃあ大学の試合、高校の試合で実業団にアピールする場がなくなってしまった学生たちに、そういう場を作ることができましたので、この大会を通じて、プロの方たちが来年、そのコロナウイルスが収まってから活躍するための機会になったらいいんじゃないかなというふうに考えてます。正直やっぱり森田正明さんが入ってくださったのが、僕の中ではすごい大きくて、僕の中ではテニス界の天皇だと思ってるんですけど、やっぱりこれを1回だけじゃなくて、来年も再来年も今後やっていくことによって、やっぱりその選手の活躍の場が増えるじゃないですか、試合が1個増えるイメージなので。なのでやっぱり選手としては実績をファンの方に伝えることもできるし、スポンサーの方にも伝えることができるから、選手としても飛躍していく、なので日本人選手全体が強くなっていくきっかけにもなるのかと思うので、これは頑張っていかなきゃなというふうに思ってます。今回は JPTT について話していったんですけれども、ちょっとまとまってなかったんですね、僕のちょっと思いが先に出てしまった動画になるんですけど、こういう大会という感じでございます。で、実際にやっぱり僕らほぼボランティアです、交通費ぐらいしか出ないんですけど、やっぱり結構僕らのフィーはいただかないつもりなんですけど、選手の方たちに還元する分もやっぱり少なくなっちゃってるんですよ。なので今回クラウドファンディングをという形で多くのプロの方とか
企業の方に協力していただき、皆さんに購入していただいて、その売上の分を選手に全て還元するということでクラウドファンディングを行っておりますので、皆様の力がないと僕らもやっぱり大会を大きく盛り上げていくこと難しいので、テニスファンの皆様どうかよろしくお願いしますということです。はい、では今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルでは本来テニスを上達するためのポイントですとか、テニスを最大限楽しむコツなどを話しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。で、クラウドファンディングの URL は概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではありがとうございました。